はい、魏志倭人伝の世界ですね。でここに弁神とか神官とか出てきまして、その後に、倭人の国がここから始まります。で倭人は大砲盗難大会のうちにあり、三刀により撤去す、そして国有をなすとありますね。でこの山と島というのが、私が唱える故恩河湾の山沿岸の山と島でございます。かつては百余国です。それが卑弥呼さんの時代にはもう30国って書いてありますね。でそこにの生き方が書いてあります。元百余国、漢の時朝見するものあり。これが漢の犬国王院、通説は和の田の国王院と言いますが、あの金印をもらってきた王様、あの人も多分河原にいたと思います。どうぞ行かれてください。でそれはその漢の時というのはこれ光武帝の時ですね。で今この段階で、30国になったと。どうぞ行ってください。百余国は30国になっております。でもともとが東南大海ですから、ベクトルは全部東南に向かうわけです。ソウルからこれを間違えなければ田川が邪馬台国、大和の国だっていうことはもうこの段階でもおのずから分かってるわけですね。で実際に朝鮮半島、たちまち南市、たちまち東します。でその北岸に至るという、これをそろっていうのはこれ倭国です。倭国の北岸に至って区屋韓国とあって、区屋韓国は韓国じゃありません。これ倭国です。倭国の一国ですね。でそこから7000よりですね、はい、で初めて一回を渡ると。で大事なことはこの初めて一回を渡るであります。今までの生き方は海岸に従いて海岸を見ながら遂行しますね。でここで初めて陸から島に向かって、間に中継点なしです。一気に一千里渡ります。千よりです。でこの千よりがおよそ70キロ、実際には 67.5km だと思いますが、この区屋韓国がプサンではなくてですよ、もう少し手前西側の現在の韓国の、コゼド、あるいは、トクロ国、この辺りから、まさしく東南に向かって対馬の阿蘇湾へ向かいます。対馬国に至るですね。でこれはもちろん当時の言葉では対馬国ですね。で朝鮮半島にあった馬漢に向かっている国ですよという、はい、これいい映像ですよ。うん、次の回見ていきましょう。全部に半の辻石があるんですよね、田川郷の中にね。で場所が深江でしょ、深江のなんとか触れというのは4つぐらいありますよね。そこにもう半の辻石がきちんと出ましたよね。その出土上空から考えて、その魏の使いが、ここの壱岐島から、私の説なんですけどね、唐津の方なんか行ってないんです。宗像の方に行くんです。千里ですからね、千里がだいたい 67.5 キロ70キロ前後ですから、
そうすると、大体にベクトルが大きく東南ですので、壱岐島から東に1000里70キロ行くとちょうど河野港あたりです、はい、でそこからあとはもう陸路500里と100里100里がしかないん で私は今邪馬台国田川説というのを捉えてるんですけど、その田川とこの壱岐島の田川とは全く同じ語源なんですよ、どう考えても。でそういったあたりはなんかこう土地の古老とか、あるいはまあこれからの神社の神主さんのちょっとお会いしますけども、考古学の世界ではそういったのはもう全然もう関係なく、もう遺跡だけ、遺物だけが。それとあとはここにつぶて、礫が出土してましたよね。でそのつぶてに関して、悪徳王の家来の中に三郎がいましたよね、つぶての三郎がね。であれが多分これも考古学の方たちにとってはあんまり実証されないんでしょうけど、神宮皇后が三冠征伐、白城征伐に行くときにこの島に寄って、で鬼5万人を退治したという話がありますよね。それはもう僕たちにとってはもう壱岐の島民皆殺しということになるんですがね、今でも3万人ぐらいですからね。でそれで最後に一人の、女の子供の鬼しか残らなかったという伝承がありますよね。でそれから考えると悪徳王というのは場合によってはあれでしょう、春の辻の卑弥呼さんの頃の春の辻の王は壱岐国の王が の何代か後になりますよね、120年後ですかね。でそれであと百合若大臣の伝承が中世の文学によく出てくるんですよね。でその百合若大臣がだから中世の文学に出てくるんで、皆さんはその悪徳王の伝承なんていうのがその弥生時代のほとんど終わり、古墳時代の初めにかけての話だとは誰も考えてないんですよね、はい、でも実際にはつぶてやっぱり出てきますよね、戦闘用のつぶての跡がね、石なんですね、石の玉ですね、はいはい、ただ太郎つぶて、地をつぶてって今一気に残ってない巨大な岩ですけど、あそうですか、これ投げたやつもありますでしょ、 やっぱり中近世ですよね、はい、この時代もう百合若大臣の伝承の中で高若舞の中でしか語られないという話で、それが壱岐の御凧につながるかどうかっていう話もあそこまで言ってない、言ってないんですよね、はい、でまして神宮皇后はもうね考古学の世界では架空の存在ですからね、はい、我々はもうそれに反して実在でやってるんですけど、はい、もうそれは今度で出来上がったら即こちら博物館に送ります。はい、あ、名刺いただきます。